秋田温度は秋田県の民謡。1663年、久保田藩主佐竹義隆に上乱した時に成立したと言われる。古くは単に温度と呼ばれ、明治時代の初め頃に秋田温度という名がついたと言われている。三味線、笛、太鼓、鐘などの伴奏で滑稽な歌詞をリズミカルに並び上げるのが特徴。出だしの野党性という掛け声以外はあまり音程がなく、 7から7から9を基本としたリズムに乗せてセリフを述べ上げるだけである。いわゆるラップや地口のようなもの。多くの歌詞があるが、秋田名物八森はたはたと秋田名物を並べたものが有名である。その他にも、小野小町が秋田美人の代表であるなどを歌った有名な歌詞がいくつかあるが、即興で面白おかしいことを歌うというのが本来であった。長らく庶民の間では、 時事風刺や瞬歌として歌い継がれていたが、他の民謡同様、レコード産業やラジオ放送コードの出現によって、奥に自慢の歌詞が最も有名である。東の城駅にある、秋田温度の案内板付きベンチ代表的なものは、下記の通りであるが、本民謡の場合は、面白おかしい歌詞や、時世に合わせた歌詞を自由に付けられることが多く、これといった決まりはない。 秋田市土崎港で毎年7月20日21日に行われる引山祭り、港祭りではしばしば引山の運行を止めて踊りの披露が行われるが、その中でもどの町内の引山でも踊られるスタンダードナンバーが秋田音頭である。もともと充実の方を踊りに取り入れた振り付けであったと言われる。また、野城市で毎年9月に行われるお名残フェスティバルの中では、 ダンス教室による秋田うなごり温度が披露されるが、これは秋田温度を現代風にアレンジしてダンスを振り付けしたものである。ありがとうございます。